和光でございます。今日は2024年5月5日、子供の日でございます。ということで、今日はですね、子供の日っていうのにちなんだわけでもないんですけど、ちなんだわけでもないんですけど、今日はですね、私のトラック野郎時代のですね、30年ぐらい前の話なんですけど、またちょっとアホみたいな話をですね、ちょっとしてみようかなと思って、動画を撮影しております。それでですね、突然なんですけども、皆さん、たまごっちってご存知ですか？こういったものでございます。まあ、一応またですね、これも、動画で説明するためにですね、ちょっとヤフオクでですね、ゲットしました。これ初期型のたまごっちなんですよ。もう、たまごっちっていうバンダイがですね、90年代に出したおもちゃなんですけど、それのもう本当の最初期型でございます。で、今日はこの最初期型にちょっとこだわりましてですね、ちょっとお話をさせていただこうかなと思っております。で、たまごっちを知らない世代の方に、また、知ってる方でもだいぶもうお忘れになってる方、いらっしゃると思うので、ちょっとおさらいがてらですね、ちょっとお話しますと、この、卵型のですね、これは、要はその、卵の中にこうペットがいまして、そのペットをですね、育成するみたいな、まあそういうゲームでございます。90年代にですね、出まして、で、どういったものかっていうと、ここにこう、ちょっと拡大しますと、見えますでしょうか。まあ、タラコ唇の中、下半身が蛇みたいなですね、ニョロニョロニョロとこうなってるやつがこう動いてますけども、これはですね、最初このたまごっちをスタートすると、ただの卵なんですよ。で、時間になると、黒い、本当に玉っころみたいなやつがポンと生まれまして、で、餌をやったり、なんかうんこすればトイレをこう掃除したり、なんかこう、お菓子をやったり、遊んでやったり、っていうふうにすると、だんだん大きくなってって、次の段階に入るわけですね。で、次の段階は、こう、白い、玉みたいなやつなんですけど、で、それもまたこう、育てて、まあ、世話をしていくと、大人になるわけです。で、大人になると、いろんなですね、こう、形状がありまして、これはですね、ニョロッチっていうやつなんですけど、で、ニョロッチの他にですね、なんかマスクッチとか、豆っちとか、なんかいろいろなんとかっちみたいなのがあるんですよ。で、それを、育てていく、育成ゲームなわけです。で、今、ちょうどですね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、うんこが、ほかほかって湯気立ってるの、わかるでしょうか。で、こういうふうに、うんこをしたら、うんこを、流してやる必要があるんですね。で、で、こう、ご覧いただくとですね。こうやって、うんこをしたら流してあげるんですね。で、こう、上にですね、ちょっとこう、ドクロっぽいマーク出てるじゃないですか。これは病気なんですよ。今、病気してますよっていうことなんで、今度は病気をしたら、注射を打ちます。はい、病気が治りました。っていう感じでですね、こうやってご飯をあげたり、うんこしたら、流してあげたり、まあ、病気になったら注射を打って、病気を治してあげるみたいな風にして、育てていくわけです。そうするとですね、うまくいくと、これが今第3形態なわけですけども、ニョロッチ第3形態ですけど、もしうまくいくと第4形態に進化、したり、隠れキャラみたいなのが出てきたりとかですね。まあそういうふうにしてですね。まあ育てていくわけです。はい。それでですね、1990年代に、90何年かちょっと忘れちゃったんですけど、たまごっち出ました。で、私は宮城県の仙台市に住んでたんですけど、まあ私の周り誰もですね、たまごっち実物は誰も見たことがない。でも、一応ニュースとかそういうのでは、たまごっちが空前のブームみたいな感じで、ヒット商品みたいな感じですね。もうマスコミをバンバン煽るわけですよ。で、
ただ現物はですね、なかなか見たことがなくて、もう幻のおもちゃみたいな。もう一時そういう、時代があったんですよ。それで、ここからが本題に入るんですけども、で、私、よくですね、トラックの運転手時代に、コンビニでよく買い物したわけですけども、で、大型トレーラーって、バックが結構難しいんですよ。で、めんどくさいんですよ。なもんで、なるべく、コンビニに入るのに、いちいちですね、なんかグワッと入って、バックでこう入れるみたいな、これあんまりやりたくないんですよ。なもんで、なんていうのかな、道路沿いの、路側帯の広いような、そういうところにただビュッとすぐもう止められるような、そういうコンビニを好んで行ってたわけです。でですね、福島県のとある国道沿いにですね、そういう、ローソンがありまして、で、よくそこのローソンで買い物してたわけです。で、真夜中だし、で、私もですね、もうおにぎりだ、なんだ、もうサンドイッチだ、弁当だ、なんだかね、もうガバッと買い込むわけですよ。で、やっぱりその真夜中のコンビニって、結構変わった人も多いし、で、私がよく行ってたそこのローソンも、真夜中は店長がよくいたんですよ。で、店長っていうのはですね、皆さん、恐怖新聞っていう漫画ご存知でしょうか？オカルトのですね、もう、金字塔みたいな感じの、めっちゃ怖かったですけど、角田次郎先生のですね、恐怖新聞っていうですね、心霊ものの、漫画がありますけども、そこの主人公の木形霊君っていうんですよ。で、そこのローソンの店長はですね、その木形霊君をですね、ガタイをこう良くしてですね、ちょっとマッチョにして、で、ちょっとやから系にしたみたいな感じので、もう金の騎兵のですね、ぶっとい、ネックレスとかしてたんですよ。もう腕なんかこう結構ムキムキの感じですね。で、それがこう、弁当とかベーベーってこう売ってるわけですよ。温めますかみたいな感じですね。売ってたわけですよ。で、そこの店長とだんだんこう仲良くなりまして、で、店長もやっぱりもう真夜中に話し相手とかいないからつまんないわけですよね。なので、もう自分も結構人と話すの好きだったんで、にゃんこも好きなんですけど、それでですね、よくそこの、ローソンで買い物しては、店長と、くだらない話をですね、こう、だべって、あはーっつって男二人がですね、真夜中にこう、そんな感じだったんですよ。そしたらですね、ある日、木形霊君に似た店長がですね、和子さん、すごい情報が入ったんですよ。丸月丸日の深夜便に、全国のローソンに5個ずつ、1店舗5個ずつ、たまごっちが入荷するっていう情報が入ったんですよ。で、教えてくれたんですよ。ええー、みたいな感じで。それ本当なの？って聞いたら、これは、店長クラスの人にしか通達されない情報だから、間違いないです。間違いなく、たまごっちが入ります。っていう、そんな、話でした。最近だとですね、例えば、江頭さんが、ファミマとコラボして、ポテトチップス2種類作って、何月何日の全国の、ファミマに何個ずつ入りますみたいな。それで、ね、あっという間に完売しちゃって、で、高額転売されるみたいな、そんな事件がありま、事件じゃねえ、そんな出来事ありましたけど、それの走りみたいなもんですよね、結局。で、それで、すごい情報仕入れちゃった、みたいな感じで、で、仙台で、よく、私もですね、相棒がいたんですけど、
相棒 N 君っていうのがいたんですけど、相棒 N 君とかですね、あと先輩で T 先輩っていう方、まあ本当はもう実名もうここに出したいってことなんですけど、まあちょっと本人の許可取ってないんで、まあ、N 君 T 先輩で、まあちょっと勘弁していただきたいなと思うんですけど、で、その3人でですね、ある日、飯食ってた時にその話したんですよ。で、ちょっと私提案したんですね。で、その、N と T 先輩に、いや、こういう情報入って、たまごっちが、その、ローソンに5個ずつ入るっていうことは、それを、例えば、10個とか、20個とか、買い占められたら、転売したらちょっといい小遣いになるんじゃないの？みたいな話をしたらですね、もう N も T 先輩も乗ってきてです。よーし、やるべやるべみたいな感じで、なったわけですよ。それでですね、そしたら、ちょうどその X でですね、全国のローソンに入荷するっていう、その日、丸月丸日、もう何日か忘れちゃったんですけど、その日に、ちょうどですね、私と N は仙台出発の東京の仕事だったんですよ。そして、T 先輩は東京から仙台にカムバックしてくる、そういう仕事だったんですよ。N は、よし、俺国道4号線行くって言ったんですよ。で、国道4号線っていうのは日本一長い国道ですね。東京から青森までずーっと続いてるですね。日本一長い、まあ、国道4号線っていうのがあるんですけど、で、仙台を出発して、で、だんだん福島に南下して、栃木に行って、みたいな、で、埼玉を経由して、東京に入る、みたいな。まあ、そういうルートを行くって言ったんですよ。N は。じゃあ、俺は、じゃあ6号線行くから、って、仙台を基準にして、起点にして、で、海沿いの方ですね。福島県の海沿いで、いわきを抜けて、で、茨城県の土浦とかですね、あの辺を通って、千葉を通って、東京に入るっていう、そういうルートです。で、N が国道4号線。で、私が国道6号線。そしてですね、じゃあ T 先輩は、じゃあ俺、東京からカムバックするときに、もう一本、6号線よりもう一本外側を行くですね、国道51号線っていうのがあったんですよ。で、イタコのイタコですね。イタコを通って、大洗を通って、で、日立から6号線にこう合流するわけですけども、まあそんな感じのルートで、よし、じゃあ俺は51号線帰ってくるから、みたいな感じで、じゃあ、縦に3本のですね、大きな国道、4号線、6号線、51号線をですね、それぞれにこう網羅していこうじゃないかっていうことで、まあ、キャノンボールじゃないんですけどね、まあそんな感じで、よーいどーんみたいな感じで、真夜中にですね、もうすごいテンションなんですよ、もう、3人。もうすごいテンションでスタートしました。もうトレーラーでブワー爆走ですよ。それですね、もうローソン見つけるとですね、もう入ってって、たまごっちがあるって聞いたんですけど、入荷するって聞いたんですけど、とかっていうふうにこう入っていくと、その情報なんで知ってんですか？みたいな感じで、なんかこう、そういう反応を返してくれるところもあったんですよ。で、いやーでもまだ入って、深夜便まだうち来てないんですよ、とかっていう感じで、そっか、じゃあ次、みたいな感じで、また次のローソンにブワーって走るわけです。で、ローソン見つけて、バーって車止めて、もう降りてって、たまごっちありますか？って。いやー、売り切れちゃったんですよ。とかですね。まあ、いろんなこう答えが返ってくるわけですよ。で、時折、真夜中に N とか T 先輩に、そっちどうですか？みたいな感じで電話するとですね。いやー、なんか、売り切れたって言うんだけど、なんか、この情報やっぱ漏れてんじゃねえのか？みたいな感じですね。まあ、そういうふうに言われたり、なんかこう、まだ入ってないとかですね。そんな感じで、なかなかゲットできないんですよ。それでですね、まあ、よくよく考えると、やっぱり当時30年前なんて、今みたいにコンプライアンスがどうだとかですね、なんか秘密を
なんてシークレットをなんか守らなきゃいけないみたいなのがあんまりこうなかったし、で、インターネットなんかまだない、時代、Windows 95が出るとか出ないとか、そのぐらいの時代の話なんで、例えばそれを買い占めてインターネットで転売なんていうことは全く誰も、考えられない、そんな時代です。で、だから逆に言ったらですね、わかんないんですよ。ここから先はちょっと憶測で物言いますけども、その店長なり、その仕入れ担当の人がですね、たまごっち入荷したらですね、もう自分で買っちゃって、もう店頭に出す前にもう自分が買い占めちゃったみたいなことも結構あったんじゃないのかなっていうふうに、思うんですよ。わかんないですけど。あくまでもこれは憶測の話です。ただ30年前、まあまだその情報がなんちゃらみたいな、なんとかなんで、なんかそういう、なんかガバガバな時代の話なんで、まあそういうこともまあ結構あったんじゃないかなっては思います。それでですね、まあとにかくちょっと話それますけど、その相棒 T っていうのがですね、当時、職場のあだ名が顔面狂気って呼ばれてたんですよ。で、顔面狂気っていうですね、V シネマの帝王って言われるですね、現代の顔面狂気ですね。小沢さんいらっしゃるじゃないですか。で、N もなんとなくやっぱ小沢さんにちょっと顔を似てたんですよね。あんな系統の顔なんですよ。で、まあ、まず喧嘩っ早くてですね、とにかくもう、あっちこっちでもう、よその運転手だとか、よその運転手と喧嘩する、荷主と喧嘩する。まあ、とにかく、気が短くてですね、まあ、とんでもないやつだったんですよ。で、T 先輩はですね、またこう、私の前の動画でも言いましたけど、とにかくこう、肉体労働、手積み手下ろしの、トレーラー一社をですね、手積み手下ろしするような仕事が多かった職場なんで、もう本当にもう、ムキムキなんですよ。T 先輩も、ご多分に漏れず。それですね、もうちょっと角刈りですね、なんかこう、少しちょっとこう、斜めになったこうサングラスとかかけてですね、まあそんなタイプの人ですよ。まあ私は、まあ、おとなしかった、思います。おとなしかったと思います。で、そのですね、3人がですね、まあ、真夜中にですね、いきなりもう、ローソンに怒鳴り込んでって、わあ、N もですね、もう、わあ、卵っちよこせみたいな感じでですね、もういきなり入ってたとかね、その T 先輩も、卵っちはみたいな感じですね。T 先輩もね、もう、キレるとっかかったんですよ。もう、とにかく怖かった。まあ、そんなのがですね、もう、私も含めて3人ですね、もう、たまごっち、たまごっち、たまごっちっていうことでですね、もう、ローソンを見かけるともう入ってて、もう、たまごっちっていうですね。でも、なかなかゲットできなかったんですよ。いやー、もう、これ、ちょっと、買い占められたかなっていうですね、まあそんな時にですね。はい。ちょうどですね、あれは、確か、私がですね、土浦、6号線こうだんだん南下して、土浦に入って、もう千葉に近い頃だったかなと記憶してるんですけど、ローソン見つけて入ってったんですよ。で、ローソン見つけて入ってったんですよ。それでですね、そしたら、たまごっちって言ったらですね、そこの、なんか、店員さんがですね、はっ！っていう顔ですね、なんでそのこと知ってるんですか？みたいな、ふうに言うんですよ。まあ、ちょっといろいろあってね、なんかこう、そういう情報を入手したもんで、みたいな。あるんだろう、わかってんだよって言ったらですね、もう観念したらしくですね、今いいとこだからね。ちょっと待っててね。
そうしたらですね、もう観念したらしくてですね、なんて言うのかなと思ったら、色は選べませんよって言われたんですよ。まさかそういう返しで来るとは、私も思わずですね、なんか、てっきり、なんかこう、いやー、売れませんとかですね、言われるのかなと思ったら、色は選べませんよって言われて、おお、何色でもいいよいいよって感じで、言ったら、わかりました。ちょっと待ってくださいね。つって、パパパパってこう、バックヤードに走ってってですね、もう、もう、みたいな感じでですね、持ってきたのが、この色の、たまごっちでした。で、やっとですね、念願の、たまごっちを、ゲットできたんですよ。やっとです。で、そこまでですね、仙台出発して、だいたい土浦とか千葉に入るあたりで、だいたい、そう、300キロぐらいなんですよ。で、下道でバーって行ってですね、まあ、やっとですね、1個ゲットできたわけです。それでですね、もう、それぞれ仕事が終わりまして、で、戦果の報告会をやったわけですけど、結局 T 先輩もゼロ。で、N 君もゼロ。っていうことで、結果、戦果としては私がゲットした1個だけで終わりました。まあ、ですかね。今みたいにインターネットがない時代ですから、とにかく、こういうこともですね、もう心の底から楽しいんですよ。とにかく、なんかもう漫然と真夜中にもう誰とも喋ることなく黙々とですね、一人でトラックを走らせるよりかは、まあ、たとえ、一個しかゲットできなかったとしても、大の大人がですね、しかもなんか合併狂気とかそんな人らがですね、本気になってですね、たまごっちを求めて、まあ、キャノンボールなりに、マリ、バ、キャモ、キャノンボール張りに、こう、トレーラーを爆走させるってですね、なんかこう、まあ、お茶目、自分で言うかっていう話なんですけど、まあ、お茶目な、おじちゃんじゃないな。当時まだ20代、30代ですから、まあ、お茶目なお兄ちゃんたちだったっていう感じでですね。まあ、許していただければと、思うわけですけど。それでですね、反省会するわけですよ。で、また仙台で3人でこう、飯、酒飲みながらですね、じゃあ、そのたまごっち、一番最初誰やる？みたいな話になって、いや、そこはですね、こう、筋を通す男たちなんで、T 先輩もな、N 君も、やっぱり和子ちゃんゲットしたんだから、和子ちゃんが一番最初にやんなよ、みたいな感じで、譲ってくれました。なもんで、私が一番最初にたまごっちをプレイしました。まあ、なんつうのかな。結構たまごっち持ってるってだけで、結構、おーとか言われましたよ、やっぱ当時。言われました。で、私よくですね、よくじゃない。私、トラックのルームミラーにこうぶら下げて、で、ピコンピコンってこう呼ばれるとですね、はいはいっつってこうご飯やったり、掃除したりですね、注射打ったりとかっていう風にして、まあ結構まめに世話してたもんで、結構レアキャラ出たんですよ。当時、親父っちっていうレアキャラがありまして、確かあの時私、なんかたまごっちの攻略本があったように記憶してるんですよね。で、攻略本見ながら、なんか、こういう風に世話をするとこうなるみたいな、なんかそういう風な感じですね。攻略本にのっとって、で、自分は親父っち出したかったんで、なもんで親父っちどうやって出すのかな、みたいな感じで、その攻略本を見ながらですね、やりました。いやー、親父っち見たときはですね、出たときは、本当にもうなんかもう、たったこんなですね、もうドット絵のですね、こんな世界の話なんですけど、いやー、なんかめっちゃ嬉しかったですよ。親父っち、やったーみたいな、親父っち出たーみたいな感じですね。嬉しかったです。でですね、なんか仕様上ですね、なんか
この初代の、たまごっちの初代モデルっていうのは、寿命が来ると、たまごっち死んじゃうんですよ。それでですね、私も、ある日突然ですね、親父っちが、なんか死んじゃって、なんかペットロスじゃないんですけど、大体ですね、卵がかえって、で、第1形態、第2形態、第3形態で、そのレアキャラみたいな感じになって、死ぬまで、大体確か2週間ぐらいだったと記憶してるんですけど、で、親父っちが死んじゃった時ですね、なんかすごい喪失感があったんですよ。なんかほんとペットロスみたいな感じでなっちゃって、たとえたかが2週間とはいえですね、なんか一生懸命まめにこう世話した、まあ、ペットだったんで、で、なんかそれが結構やっぱり初代モデルはショックだったみたいで、ショックが大きかったらしくて、で、2代目モデルからは、寿命が来て死ぬみたいな設定はなくなったみたいです。ネットで軽く検索したらなんか置き手紙を置いて出ていくとかですね。なんかそんな設定に変わったらしいです。まあそんなこんなですね。まあ今更ですけど、たまごっちっていうネーミングは卵とウォッチで、これ時計もついてるので、卵とウォッチでくっつけてたまごっちっていう名前だそうです。まあ、そういう、こう、空前のですね、社会現象ってなったですね。まあ、私、どっちかというと、第一次ガンプラ世代でもあるので、ガンダムのプラモデルを求めてですね、もう朝早くから、こう、模型屋に並んだりしてですね、まあ、そういうことしてきた世代なんで、まあ、こういうですね、ちょっと、玩具で、レアな、玩具を何とかして手に入れるみたいなのは、やっぱ世代なんですよ、私の時代っていうのは。なので、まあそういうのこう、なんか血が騒ぐって言ったら変ですけど、まあそんなんでございました。で、結局ですね、ゲットしたたまごっち、私が、親父っちが死んじゃって、じゃあ次、じゃあ N やんなよ、つって N に貸しました。そうしたらですね、最初は N はですね、なんかそれをネタに、なんか女の子のいる店に、酒飲みに行って、で、なんかこう、あら、たまごっちじゃないの、見せて見せて、キャーみたいに、こう、女の子にモテモテになるので、じゃあ、なんか、たまごっち持ってると、女の子にモテるんだぜ、みたいな、ふうなことを言ってました。すごい喜んでました。で、結果的に、N の、息子が、なんか、雑に扱ってぶっ壊して終わった、みたいな。で、結局 T 先輩は、できなくて終わってしまったみたいですね。まあ、そんなオチでございました。まあ、90年代のですね、なんかこう、古き良きって言ったら変ですけども、まあ、そんな時代のですね、話でございました。まあ、もしこれでたまごっちに、興味を持たれたらですね、一度なんかこう、やってみてはいかがでしょうか。もしかすると今、最新のたまごっちなんかもしかするとえらいハイテクになってるかもしれないですし、まあわかんないですけどね。まあ、そんな話でございました。ということで、また、もう少しですね、トラック時代の、まあ、バカみたいな話がですね、いろいろあるので、まあ、折を見てですね、動画を作っていこうかなというふうに思っております。ということで、ありがとうございました。失礼します。